敵団は、比較的近距離の人員、資材、走行車両などを攻撃するため、弾頭に策略、または化学材を充填した飛翔体。投擲方法の際によって手で投擲する手榴弾と小銃、または敵弾発射機で投射する敵団に区分される。敵団は、もともとは投擲して用いる爆弾の意味であり、敵弾兵が投げるものを指したが、 手で投擲するものは一般に手榴弾と呼ばれるようになり、敵弾は投射機を使用して遠くへ飛ばすものを指すようになった。敵が常用漢字に含まれていないため、自衛隊の装備品の名称では敵弾と表記される。中国の宋時代に黒色火薬を陶器や金属の入れ物に詰めて使われる兵器が誕生し、現在の手榴弾の原型となった。 原稿で使われた鉄は、うもその流れを組む。14世紀の書籍には、茶碗ほどの大きさの球状の鉄に火薬を詰めて、敵陣に投射する、非雲ん雷砲なる兵器が使われた記録がある。グレネードという英語名の兵器が生まれたのは、17世紀のイギリスにおける名誉革命のことである。この兵器は、黒色火薬が詰まったクリケットのボールほどの大きさの鉄球で、 ゆっくり燃える導火線を使って点火された。19世紀にアメリカで起こった南北戦争では南軍、北軍ともにハンドグレネードを装備し、この時使われたのは着弾の衝撃で爆発するタイプのものだった。20世紀に入り、小銃の銃口にグレネードを装着し、飛距離を伸ばすライフルグレネードが登場した。その走りとなった兵器は大日本帝国海軍の 法術長であった秋沢カオルバが開発した小銃敵弾で日露戦争における旅順航閉塞作戦に投入された。ライフルグレネードはすぐにスペインやフランスに模倣され第一次世界大戦の残豪戦ですべての戦域において使用された。二度の世界大戦で敵弾は広く用いられ敵弾の投射専用にグレネードランチャーやグレネードガンが開発された。また、 重機関銃の機構を応用したものや、リボルバーに似た機構の連射式のオートマチックグレネードランチャーが生まれた。初期のライフルグレネードは手榴弾に棒をつけただけのものだったが、現在のライフルグレネードやグレネードランチャーには専用の弾が使われ、グレネード弾や敵弾と呼ばれる。グレネード弾は、投射される弾体に投射のための発射薬を加えて一体とし、銃弾や、 砲弾のように薬莢に収めたものである。高低圧理論によって発射薬の圧力を徐々に解放することで発射灯を簡易に済まし、反動も小さくしている。着弾時の衝撃によって起爆する着発進管や発射後一定時間で起爆する次元進管、建物の薄い壁を貫通後に室内で爆発する遅延進管などを備え、用途により使い分けられる。 発射時の衝撃で手元で爆発しないように安全装置があり、最低有効射程がある。以下、グレネード弾の代表的な光景を紹介する。ありがとうございます。